また会ったら。 古代の歴史には人と天族が幸せに暮らす知識が眠ってるって信じてるから。リーダーが力を示せないとどうなるか分かんないよ。 おとなしく眠ってくれ。 夢は伝説の時代みたいに人と天族が幸せに暮らす方法を見つけること。今日も来てくれたんですね。
カーリャと言ったか。あれは天族なのか。どうかしたんです？腹減ったな。ルーティーなんか食べるもん持ってないかな。リアラを守れる力を手に入れたいんだ。仲間に料理を振る舞おうとしたんだが、うまくいかないんだ。礼は弾むから教えてくれないか。もちろん今日のプレゼントとは別でな。だって見ていてやんなきゃって気持ちになるよね。ちょうどドラゴ鍋ができたから食べていきなさい。特別に盛り付けてあげるわ。骨？見なかったことにした方が美味しいわよ。人生の先輩に何でも聞くがいい。と言っても頼りきりになってはいかんぞ。ある程度は頼ってもいいぞ。忍耐力とか、私の13番目に嫌いな言葉ね。人々の幸福への献身を欠かした日は一日たりとてありません。今日はこいつをやるよ。きっと役に立つぜ。変えようともしないで変わらない現実に文句を言うのは卑怯者のすることだ。あのフォドラの子はなぜ人として生きようとしているの？俺の父さんってどんな男だったんだ？お前には守りたいものがあるか？たとえ何であろうと、俺たちの大切なものを傷つける気なら許しはしない。また会えたな。今日はこのプレゼントを受け取ってほしい。一緒に冒険の続きをしよう。